コサキンコント劇場作有川でタイトル漫画家有川よ漫画家って子供のヒーローだよね。うん、一度は漫画家になりたいって夢見るね。巨人の星、明日のジョー、おそ松くん、鉄腕アトム、陰逆士、陰逆士、過去を葬り去るバーン、手塚治虫、赤塚不二夫、白戸三平、波中類、うわ誰、エロ漫画家さ。普通の人はエロなの、エロの漫画なの、パグわーい、僕はエロバカ、ギャフン、参った、こりゃ参った、いやはや参った、フルコースだもんな。まずヤングマガジン、バレーボーイズが休みだったのにはがっかりだったが、井川遥ちゃんのカラーグラビア17ページだぜ。特に茶のビキニで森で寝ているポーズの左脇腹と左太ももにうっすらと血管が透けている。おお、彼女のヘモグロビンになりてー。そしてビッグスピリッツでは片瀬奈々ちゃんだよ。後半のショルダーを出したワンピースで歩道橋の柵に座っているカットなんか素敵にフェミニン。一緒にコンサート行きたいな。そうだな、ビージーズか釜谷津博士だな。プレイボーイではアリーネがパワフルで良い。週刊現代では水谷系、やつはやらしいのねんのねん。一方週刊ポストは島村香織、ちきしょう、誰が触ってんだって話よ。そして週刊パーゴルフ、東尾理子、可愛いけどボボボボボボ。ヤクルトの石井、キサちゃんへ夜のフォーク決まる。どうするんですか先生。どうすんだろうな、船越英一郎。何の話してんの。だから船越英一郎だろ。あの結婚は船越英一郎的には得なの、損なの。知りませんよ。松岡的にはな、してやったりだと思うんだけど。松井和代さんじゃないですか。そうだそうだ、松井和代だよ。そうでしょ。そんな話してんじゃないんですよ。締め切りの話をしてるんですよ。あ、締め切りね。何ですか他人事みたいに。締め切りまであと1時間しかないんですよ。安心しろよ、もうすぐできるから。そう言いながらもう3日経ってんですよ。とりあえずできてるところまでいいですから見せてください。なんで。できてる分だけ先に印刷所回さなきゃ間に合わないですよ。それはできんよ。漫画というのはね、全部書き上げて一本の作品なんだよ。未完成のままで落とせんね。それは分かってますけどね、もう時間がね。なんださっきから時間が時間があって、お前は時間マンか。なんだ時間マン。なんですかそれ。これいいな、漫画に入れとこう。やめた方がいいと思います。やめた方がいいですよ。そう、あのね先生、さっきから妙に話をそらそうとしてるんですが、まさか1ページもできてないなんてことはないでしょう、ね、そんなことあるわけないだろうが。ちゃんと書いたさ。ならいいですけどね。ちゃんと書いたけど家に忘れてきてしまいました。子供の宿題忘れた時の言い訳じゃないですか。え？それ言って僕はね、耳引っ張られて立たされましたよ。昔は。勘弁してください、ちょっと先生。読者はね、先生の新連載を楽しみにしてるんですよ。どうするんですか。頑張るよ。頑張るってあと1時間しかないんですよ、締め切りまで。じゃあ、超頑張る。あのね、超つければいいってもんじゃないでしょ、超つければ。え？いいですか？ あと1時間で20ページ書かなきゃいけないんですよ。1ページ3分のペースで書かなきゃダメなんですから。あ、それストーリー考える時間が入ってないよ。ストーリー考えてないんですか？一応。言葉の使い方間違えてるでしょ、それ。何ですか、一応って。樋口一応。バカじゃないですか。先生、絶対間に合わないじゃないですか、もう。安心しろ。それを間に合わすのが。プロの仕事だ。言ってることは立派なんですよ、態度。その人差し指うるさいですよ。まあ、ストーリーは決まってないと言っても、大まかな筋は決まってるから。どんな話なんですか。まあ、そう慌てるなって。そうだ、近所にうまい炒め飯があるから、飯でも食いながら話そうか。会社の金で。本当、殴りますよ。わかったよ。話すよ。タイトルはな、子猫のワン吉。もう一回お願いします。子猫のワン吉だ。子猫のワン吉。そう。子猫なのにワン吉。普通にゃん吉にしたいところなのにひねってワン吉。どう？さほどひねってないんだけどね。まあタイトルはそれでいいですよ。問題の中身ですから。一応大まかな、まあ、筋メモってあるんだけど。もちろんですよ。もちろんです。読んでください。読んでください。じゃあ読むぞ。はい、舞台は都内某所荒川。具体的じゃないですか。一匹の野良猫が住んでいました。名前はワン吉。普通にゃん吉としたいところですが、少しひねってワン吉。どうしてもそこを押したいんですか。
ニャン吉は気ままな猫でした。ワン吉じゃないの。ワン吉でした。あやふや、あやふやな設定。読みづらいし。ワン吉には夢がありました。生まれてすぐ生き別れになったお母さんに会うことでした。ちょっとまたいいじゃないですか、なんか、はい。一方、春日部に住む清水さん夫妻は、夫の浮気が原因ですっかり冷め切ってしまいました。清水さん夫妻ワン吉に彼女ができましたと。ちょっと、清水さん夫妻はどうなるんですか。10年後。早いね。この10年、本当にいろいろなことがありました。楽しかったこと、悲しかったこと、本当にいろんなことがありました。何涙ぐんですか。もっと具体的に教えてほしいんですけど、そこが。そこが大事でしょ、だってその10年間。こんな感じなんだけど、どうかな。なんで終わり終わりなんですか、今ので。ダメ？ダメですよ、全然。話あちこち行っちゃってるし、第一、オチがないもん。オチはある。これだよ。ヒーヒー何それ侍にね切られ逃げ惑うワン吉ヒーヒー追ってくる白戸三平のパクリでしょこんな感じで30年ぐらい前のですよそれこんな感じでどうかなボツそして首ヒーヒー追っていかない小崎でわお赤井秀和さんですよね違いますあ赤井さんサインください違いますよ赤井さんでしょ赤井さんだよ絶対赤井秀和さんでしょはい赤井秀和です。どついたるねん。なんやねん。